ごたるもろうてござるによって多祖心安いお方と開きたいものでござる。まず太郎冠者を呼び抱いて断行いたそう。やいやい太郎冠者あるかやい。はあ、いたかお前によりまする。念のを早かった。何時を呼び出すは別なることでもない。根性さる方より良いご酒をひとたれもろうたによって多祖心安いお方と開きたいものじゃが、彼がよかろうぞ。彼彼と大世羅寮より私と飲ませられい。それはなぜに。はて私ほどお心安いものはござりますまい。ここなものはいかに何時が心安いというて、何時とので何の面白かろうぞ。それがしが思うが、ご酒を参るようで参らいで、また参らぬかと思えば、ふと参るようなお方と食べたいほどに、何時分別として呼びましてこい。これは難しいお好みではござれども、詮索いたいて呼びましてまいりましょう。うちも忙しい。はよう戻れ。心得ました。はあ。さてもさても、難しいことを仰せつけられた。まず、パレ殿へまいろうぞ。いや、下の町のリリ殿は、御酒を参って、面白いお方でござるによって、これを用で参ろう。まず、急いで参ろう。いや、まことにこう参っても、お宿にござれば、用ござるが、もし、お宿にござらぬときは、参ったせんもないことでござる。いや、来るほどにこれじゃ、まず案内をこう。物も案内も。いや、表に物もとある。案内と渡そう、どなたでござる。私でござる。えい、太郎冠者、何時ならば案内に及ぼうか。なぜに、こう通りはせいで。私もさようには存じてござれども、もしお客場しござろうかと存じ、それゆえ案内をこいましてござる。それは近頃念のいったことじゃ。さて今は何と思ってきたぞ。ただいま参りも別なることでもござらぬ。可能なものの使いに参りました。何と言うて起こされたぞ。可能なもの申しまする。根性さる方よりご酒をひとたるもろうてござるによって、何とどこなかおいでくだされ、ひとつ召し上がられてくださりょうならば、かたじけのうござると申し越しましてござる。それは行きたいものなれども、そなたのかようなものと知る人でないによってえ行かれまい。それはとっとも苦しゅうござらぬ。この御酒を幸いにお知る人にならせら領土のおことでかなござりましょう。そのようなことならば行きましょうか。それがようござりましょう。まずこなたからござれ。いやいや、身どもは不案内な。まず何時から行け。それでは私から参りましょうか。それはよかろう。さあさあ、ござれござれ。まいるまいる。さて、こんにった。こなたもお暇でおいでくだされ。可能なものもさぞ喜ぶでござろう。こんにった、それがしも暇で召し寄せられて、このような満足なことはない。して
して程は遠いか。もそっとでござる。ずいぶん急がせられい。心得た。いや、何かと申すうちにこれでござる。これか。こなたをお供いたいたよし申しまする。それに待たせられい。心得た。あの織田お方、ござるかござりまするか。家老冠者が戻りましてござる。いや、太郎冠者が戻ったと見えて声がいたす。太郎冠者、戻ったか、戻ったか。ござりまするか、ござるか。えい、戻ったか。ただいま戻りました。やれやれ、大儀や大儀。してして言いつけた、たれどもをようできたぞ。下の町のリリ殿を呼びましてまいりました。汝はあの人を知ってようできたか。ただし白井でのことか。何とも存じませぬが、御種を参って面白いお方でござるによってようでまいりました。ここなものはむさとした。あれは大の水郷人で、一杯飲めば一寸抜き、二杯飲めば二寸抜くような大の水郷人じゃ。あのような人を呼んでくるということがあるものか。急いで追い返してやれ。追い返す分は苦しゅうござらぬが、こなたの使いになって呼んでまいりましたによって、一つ振るもうて返させられずは、五日にお会いなされたときお言葉がござりますまい。まことに何時が言う通り、五日に会うたとき言葉があるまい。それならば一つ振るもうて返そうが、あの人は目恥ずかしい人じゃによって、そばでつこうものがない。いやい、それこそ私がようござりましょう。何と何時のような腰の高いものが使われるものか。腰が高くはいかほども低いだしましょう。いやいや、その腰のことではない。総じてしつけのないものを腰が高いという。かれかれと言うて他につこうものがないによって、何時はそれがしが言うようするよう口真似をせい。かしこまってござる。こう通らせられいと言え。心得ました。申し、こう通らせられいと申しまする。通ろうか。つっと通らせられい。心得た。不安外でござる。初対面でござる。今日た召し寄せられてかたじけのうござる。太郎冠者を信じてござれば、早速のおいで執着いたしまする。はぁ。太郎冠者、お杯を出せ。太郎冠者、お杯を出せ。これはいかなこと。やい、お杯を出せとは己に言うことじゃ。やい、お杯を出せとは己に言うことじゃ。これはいかなこと。やい、こっちへ来い。何事でござる。己は何と心得ている。あれ、あなたはお客、お杯を出せとは己に言うことじゃ。やい、こっちへ来い。己は何と心得ている。あれ、あなたはお客、お杯を出せとは己に言うことじゃ。痛い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 。痛みましょう。さようにもござらぬ。ああ、お方が痛みましょう。やあ、己は憎いやつの。お杯を出せとは
己に言うことじゃ。いやだ、己が好きやすの杯を出せとは己に言うことじゃ。あいた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 、あお耳が痛みましょう。さようにどこさらぬ、あお耳が痛みましょう。それは痛むこと、とかくこなたをこれに置くによってのことでござる。こう通らせられい、必ず構わせられるな。とかくこなたをこれによくによってのことでござる。こう通らせられい。何としらじゃ。やら己は憎いやつの口真似をせいといえば衆に恥をかかする。己がようなやつはまこうしておいたがよい。いや申し、それにゆるりとござれ。おっつけ、お杯を出しましょう。必ず構わせられるな。やら、己は憎いやつの口真似をせいといえば衆に恥をかかする。己がようなやつはまこうしておいたがよい。いや、申し、それにゆるりとござれ。おつけ、お杯を出しましょう。